清洲城武将隊太田組の皆さんでした。それでは続いての武将隊の準備が整いますので、先ほどに続いて第2回全国武将隊天下一決定戦に出場されます武将隊の方々からお話を伺ってまいりましょう。でこの回は岐阜城盛り上げ隊から斎藤道山様、そして愛知天国姫隊から前田松様の登場です。お願いいたします。よろしいでしょうか。さあそれではですね、まずは岐阜城盛り上げ隊斎藤道山さん、お話を伺っていきたいと思いますけれども、岐阜城盛り上げ隊についてでは教えていただけますか。岐阜城盛り上げ隊は約5年前にボランティア団体として旗揚げした団体になりまして、はい、木本から、岐阜から、はい、元気になればいいと思って活動している段階であります。なるほど、岐阜城といえばね、もう本当にあの電車に乗っていてもパッと目立つところにあります。あちらのお城をね、お管理されているということですけれども、あの先ほどの記者会見での意気込み発表では、援護射撃が本当に射撃になっちゃってましたけども、ね、この縁に関しての何か意気込みも教えていただけますか。まあ、先ほど言った通りかな、みんなで楽しく天下一の縁をですね、盛り上げたいと思うという上、それが良き毒と何のか、悪しき毒と何のかは皆様次第でありますよ。ぜひぜひ我らに力を貸していただきたいと思うところです。でこちらもセントレアのステージということなんですけれども、セントレアってどんなイメージでしょうか。水井でどうぞ。いや暑いですね、ここ暑いですね、はい、なぜか、はい、皆さんの熱気もありますしね。そう、熱気もありますし、すごい暑いですね、はい、分かりました。それではですね、愛知戦国姫隊の前田真希様にお話を伺いたいと思いますが、もうね、戦国姫隊、皆さんご存知だと思いますが、はい、改めてご紹介いただけますか。私、愛知戦国姫隊、前田利家様が妻、真希こちらのステージに期待をされているということなんですけれども、はい、先ほどのね、競技場の方たちは、女子力もいっぱい見せてくださいましたが、姫隊の皆さんも女子力じゃ負けてませんよね。女子力、そうですね、私たちはおなごでございまするからの、愛知は主に武将のふるさとでございまする、それをの皆様に、より多くの皆様に知っていただくために、400年前から蘇ってまいりました。はい、他の年代を見てみても、お姫様だけで結成された隊というのは結構珍しいですよね。そうなんでございまする。私たちも6人おりまして、全員女子でございまする。豊臣秀吉様の妻のお姉様、そして織田信長様の側室の狐様、そして妹のお市の方様、お市の方様の娘の郷姫様。誰言っとらん。徳川家康様の母の五代の方様、そして松で6人で毎日活動しております。皆様ね、奥方様ということで、はい、今度のこの縁では、実はいつも支えてる方たちと関わることになってしまうんじゃないですか。良いんですか。こちらが伺いたいんですけれども、ありがとうございます。そう、本人はこの方のことは本人応援しております。皆様のことももちろん応援しておりまするぞ。はい、もう本当にね、みんな見逃せない舞台になりそうですよね。ぜひ皆さんも頑張ってください。ということで、この回は岐阜城盛り上げ隊の斎藤道山さん、愛知戦国姫隊の前田真希さんにご登場いただきました。どうもありがとうございました。